どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日は、ターバンを使った、簡単なまとめ紙をやっていこうと思います。で、まあ、ロングの方とかミディアムの方とかで、ね、全然使えるかなと思うので、このターバン使ってこれだけで作っていきますんで、よかったら参考にしてみてください。では始めていきます。まずターバンを髪の毛の上から入れちゃいます。こんな感じのイメージで、で後ろを、まあ、大体でいいんで半分に割ります。で割ってもらって、こっち側から髪の毛をしっかりとまとめて、でターバンに髪の毛を通していくんですけど、どちらかといったらこう入れて、でこっちに毛先が抜けてくるような状態をイメージして入れていきます。でターバンまずグーッと伸ばして、ここを入れ込んでいきます。こう入れて毛先がこっちに抜けてくる状態をイメージしてやってみてください。こんな感じで入ります。で反対側も同じような感じで髪の毛をまとめた状態でターバンを、じゃあ髪の毛をターバンの中に入れて、こっちに毛先を抜いていく状態、こういう感じですね。でこの毛先を出てきた毛先をここの中に入れ込んでいきます。で少しだけこう毛先を丸めていく状態で、この中にグーッと、こうなんて言ったらいいですかね、中に折り込んでいくというか、こんな感じになりますね。でピンとかを中にこうぐさっと刺してもらったりとかしたら、より取りづらいかなと思うんで、まずそれをやる前に全体的にちょっとこう後ろのボリューム感を出していきます。ここがボリューム出てる方が頭の形が綺麗に見えるんで出しますね。でまあこの辺とかもお好みで、少しだけこうやった時にボリュームがあった方がちょっと可愛いかなと思うんで、なんかペタッとしてるよりは少しこう動きが出るような感じのイメージで出していきます。こんな感じで、でアメピンをここの中に、このなんか丸めたところと根元にぐさっと刺してもらってもいいですし、まあこのままでも止まるんですけど、まあちょっと、止まりづらい方とかはこれで完全に止まってくれるかなと思うんで、できました。こんな感じのターバンアレンジです。もうこれだけでも本当にで強、全然まとまりますし、まあ、あの髪の毛が硬い方とかだったら、まあ、先みたいにピンつけてあげると完全に一日できるかなと思うので、よかったら試してみてください。またコメントだったらリクエストお待ちしますんで、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。